はい、こんにちは、ビッグボーイです。それではデッドライジング3追加コンテンツの Untold Stories of Los Partidos のエピソード1続きをやっていきます。全部でエピソードが4つで構成されてたと思うんですけど、メインストーリー以上にちょっとこちらの方も長くなりそうだけど、これをやっていきたいと思います。さて、じゃあこのサンシャインってやつをね、一緒に行くんだけど、属性ポイントはまだ増えてない。君にこれをあげよう。違うよこれじゃなくてだな。ディックソンを探せ。このサイドミッションもなんか量少なそうだからやっていくか。さて、なんか回復でき、あ、てかレシピがある。飯あった。あった。ちょっとミニガンがもう弾ないからこれいらないや。よいしょっと。ロケットパンチ。ロケットパンチとはアセチレンタンクとボクシンググローブで作るものである。アセチレンタンク、こんなところになさそうだけど。あ、あった。アセチレンタンクってこれか。オッケー。これど、持ってない。あれ、ちょっと待って。ちょっとなんか一旦下ろして、ちょっと拾って。ちょっとうまく拾えないっす。違います。あんたにあげねえ。これ作る。目でオッケー。メイディーうるさいよし。栄養ドリンク。ところでサンシャイン、この武器渡してからずっとこれ使ってるけど、長いに渡した武器ってなくならないのかな、もしかして。ならこれどうだい。え、いらない。なら、あ、そう、これただの発煙筒か。発煙筒もいらねえや。これ持って、よし行くぞサンシャイン。じゃあスラッシャー乗ろう。サンシャイン、あれ、サンシャイン、あ、サンシャイン来ない感じか。いや、来るよね。よし、サンシャイン飛び越えろ。乗れ。よし行くぞ。らどう、ちょっと開けて。よし、オッケー。どちらへ向かえばいいんだっけ。こちらですか。こちらでしたら、じゃあこっちだな。ドーンってやって、もうだいぶね、おおむねマップも動いてきたから、こっちにスポーンと。うわー、ちょっと、いや、ああ、そういえばディクソンも同じこっちか。サウスナットかってところ。ドーンと、よいしょ。爆発する。まずい、早く。うお、サンシャイン大丈夫か。おら進まない痛い、殴られた。やばい、大統領の兵士どもがいる。交戦だ。サンシャイン頑張れ。おら、よし、まだいる。痛い、壊れた。まずいぞ。飲め。これだ、これ空気砲か、これなんだこれ、そこにいた。はいはいはい、よし次あいつ、あ当たった、あ落ちてった。やばい、ちょっとアイテムリストを大いに必要だな。誰から攻撃を受けてる？あそこか。倒したか。うお爆発してる。なんか食材かなんかない。うおサンシャイン、どこにいる？もういいね、そこにいた。当たってない。オッケー、全員やった。やってない、まずい。体力がまずいけどいけるか。オッケー、食材がない、どうしよう。ここからもう歩きで行くしかないしな。とりあえずアサルトライフルをいただいて、あ、ここハッキングできる。あ、じゃあこれレベルアップして体力回復 しちゃおう。オッケー。そんで、これを、よし。アイテムリスト増えた。このエリアさ、どっかにセーフハウスがあった。こっちだ。アサルトライフル使っちゃうかな。よし、ほらほら壊れた。うお、もともとこのアントールドストーリーズオブロスパーティドス、んあ、違反者いる。ちょっと待ってね倒そう。オッケー。ああ、やっぱセーフゾーン入れないっぽいのか、違反者の始末ってことは。で、このDLC ストーリーはその、Untold Stories of Los Partidos ってやつで、それにDLC 武器とかが1個ずつ付属されて、4つ構成で配信されてたみたいなんですけど、まあ、これ自体はデッドライジング3アポカリプスエディションとして、PC 版では扱われているので、初めからそういう武器とかもまとめて、入ってます。で、あ、そうだ、ディクソン。ディクソンはそっちか。スイカある。痛い。サンシャイン、カモン。サンシャイン、君にスイカをあげよう。はい、食べるといい。はい。よし、回復。ディクソンがそっちにいるのか。サギン、おおブーメランか、これ個数制限があった。あ、ブーメランだよね、帰ってこない。やめろ。んあれディクソンそっちか。あ、レシピがあるっぽいな。レシピ上か。屋上だな。天井か。回復アイテムがあるから、いくつか取っとこう。こいつはいらない。おっか。酒だ。酒をよこせ。でもさ、ウィンドウが酒だらけだあ、ディクソンダメだこりゃ。やめろ。あれまだ生きてるこいつ。サンシャインが容赦ない。独特いただき KIA。 これ上登れないのか。なんとか無理っぽいな。じゃあ行くか。サイダモミッションもね、結構ハードコアだけど面白いね。これ飲んで割ってじゃあこんな無法地帯では酒が飲み放題だ。おらあとこれ1個。ほらこれで終わり。やばいウィンドウの方合成できる。ニューコンボスピットファイヤー。こういうの多分ね相当回復できるもんだから一つにまとめておくか。んあれまだ合成できる。ランダマイザーちょっと作っちゃってよかったかな。相当回復力の高いものができたよ。サンシャインいる。さあヒュージなんとかかんとか。あ戦車 DLC の戦車。あとここなんか軍隊ゾンビがいる。よしまだいる。お前かぶってきてんのお前だ。いや痛い。痛いこいつかこの野郎。よしこいつに乗る。あその前にねあれなんかそっちに悲しい結末が。上ですかこれ。上でしたらね先におちょっとこの辺を拾っとこう。発煙筒か。発煙筒はいらねえな。発煙筒ってこれ武器として使えんの。使えるんだ。燃えてるな。せいでここになんかコンボ武器の設計図が違うよ。ビースト怪物チェーンソーとオートショットガン。オートショットガンならなもう持ってんだよな。でんあこれオートショットガンじゃない。時々ねキャラクターがつまずくことがあるんだな。ビーストを作った。すごいなんかショットガンとチェーンソーの合体版だ。でなんかね回復アイテムがあるから拾っとこう。レーションよしじゃあこのアルマジロに乗るぞ。サンシャインついてこい。サンシャイン行動が遅いぞサンシャイン。で悲しい結末があるからこの辺で降りたらいる。この上にいるかな。なんでこんなところに。これか。彼女は常にゾンビを助けたかったのだ。オッケー。よし、サンシャイン行くぞ。今度こそ。アルマジローに乗って。あ、アルマジロ今度後ろに乗るのアルマジロじゃねえや、サンシャインね、サンシャイン、お前は。あれです、メインストリームモードでこんななんか乗り物の体力って表示されてたっけ。どっから出れる、向こうか。せいやーで、どこに向かえと。またイングルトン。ってことはこっちでこのまま行って、こうで、あっちだな。ここ直進。あ、ドラム缶あ、でもビクトもしない。さすが戦車だ。あ、これショットガン、ショットガンじゃねえや、ハッキングできる。隠れてる、隠れてる。おお、違う、こんなのいらねえレーション拾ってハッキング OK 乗って、あ、本当だ、閉鎖されてる。サンシャイン、早う乗れ。ここ本当に通れんか。通れなさそうだな。別の道を探せ。やめろ、撃つな。アルマジロが地味にダメージを受けてる。じゃあどうするか。ここの店としか通れたから、結構迂回していくしかないな。マップを何回か見ることになるけど許してね。じゃあこっちにこっちか。違う。ここを左折だ。うわぁ、ちょっと安全輸送が最優先。わかりました。うわぁ、ちょっと一体矢先にOK このままなんとか頑張る。うわ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 、安全輸送だって。ちょっとお前無理があるだろこれは。いやー、ちょっと待って、まずい。どうする、大丈夫かこのままで。あ、まずい、ドラム缶あった。道を開けろ。まずい、壊れる。割とマジでこれは壊れるあれ、通れませんじゃんこっち。ちょっと待って、まずいまずいまずい、壊れる。いや、ちょっと待って、マイクまで倒れた。ちょっとちくしょうちょっとここは最下位だ。よし、いいぞ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 。あれ、こっちもしかしていけない。くそったれ。まだ大丈夫かアルマジロ。あ、ここガソリンスタンド、まずいよし、これたくさんガソリンタンクが置いてあるけど、進行方向に。ああ、これも分かってますよ。今運んでます。さあ、もうすぐ。オッケー。え、何こいつ、ん、あ、味方、難しいアルマジロ到着。大統領が最後に消息を絶ったセントラルシティのミュージアムへ向かい、辺りを調べるんだ。ん、あれ、アルマジロあるけど、国のためだ。オッケー。ゲームのストーリーを進めるためだミュージアムに行くよ、サンシャイン。どこでしょうな。遠いですな。開けて。となると高速だな。よし、なんかさっきのアルマジロ、やっぱりなんか威力とか弱まってたよね。多分そうだと思う。そろそろゾンビを15000、あれいけないだと、まさかこの先。お、これを倒した。いけるでしょ。おら、うおー、おら、飛び越えたワコワスキー。あ、これ壊そう。よし、ちょっと いろんなやつの居場所が分かってきてるな。一番近いやつはこいつか。あー、でこの先は本気でいけないところか。ちょっと迂回しよう。大統領の御用を排除しろ。こいつがあれば怖くない。でもその前にね、ちょっと死んでるかもしれないお仲間を。ここ通れる。よしちょっと戦車をここ、あ、間違った、戦車をここに置いて、もうなんか音楽が流れてる。どこだ？ん？こいつか？ロクスキーのドッグタグ。結構 PP がもらえるな。よし、これに乗ってサンシャイン、サンシャイン来い。早く早く早く。 OK だ。そんでちょっとこっちにも死体仲間がいるからそっちにも行ってみよう。おら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 いたー。ヘーバーマン友達多いな。ケインって人だっけこの人。ドクタグゲット。おいサンシャイン乗れ。あもう1万5000体超えた。さあそんでここに軍がいるからこいつらを倒して大統領の護衛。よし行きますぞサンシャイン。殴り込みだ。まだ護衛がいるか。おおちょっと爆発した。そこにいる RPG 持ってる。よしんあれサドチの GPS と頭痛薬がある。サンシャインに念のためにあげとこう。はいじゃあ次こっちステージを調べろ。いいでしょ。あーでレシピがある。モーラーとナタと日本刀のコラボ。こうでできた。長ちょこれ後ろにくっつけただけじゃんこれなんかガムテープみたいなもので。でどっから入れんだろう。あれこれ別の入り口があるのかな。別の入り口を探す必要がありそう。ちょっと周りを回ってみよう。あ、待てよ、その前に。いや、まあいいか、先に。こっちだ。あ、遠いな。ちょっと、先にそこにゾンビの仲間がいるから。ドクタグを回収してあげよう。おらー、痛い。痛い。ちょっとやめろ、やめろ。どこだ。射撃、おお尿意棒みたいに使ってくる。やめろ。ドッジっていうのか。ここで軽くセーブしといて。あハッキングできるこれ。アクセスやめろそこにいた。あれ生きてる。生きてるじゃないか。こいつも連れてこうじゃ。おらじゃあこれ壊れかけだから彼にあげようか。はいちょっとこいつに話しかけられない。違う。あれ？これレジスターが邪魔。ほら。で、彼はずっとここにいんのかな、もしかして。じゃあ行くか。サンシャイン行きますぞ。あ、なんかここにセーフゾーンがあるってことは、クロワッサンクロワッサン好きなんだ。ちょっとクロワッサン取っとこう。ん？合成？えこれもうすでにできるもんはしとこうどうなってくんだこの薬は。よし、ここか。ここなんかまたなんかぶち込むんじゃなかったっけ。どっからぶち込むんだろう。これか。よし、攻撃開始。これで OK。 はい OK やったぜじゃあ目的地にそれ。こいつ硬いな。あ、壊れた。じゃあちょっとどっか高いところに。じゃあ今回もこんなところにしたいと思います。Untold Stories of Los Partidos、 結構長くなりそうだけど、まだこれエピソード1だからね、やっていきます。はい、ご視聴ありがとうございました。